はい、詐欺好きな元新潟人の飲酒動画です。今日は、前回と同じ、朝日の、セブン&アイの、商品、セブンイレブンの商品、クリアクーラーのレモン味、シチリア産レモンというのになってます。アルコール度数が 6% で、果汁が 3%。原材料がウォッカとレモンライムスピリッツとレモン果汁と糖類と酸味料と香料。レモンの風味をより感じていただくため、氷点凍結仕込み、フルーツスピリッツを書いています。と書いてあります。それでは、飲んでいきましょう。これ結構美味しかったのね。前回も。グレープフルーツ味。乾杯。うん。うん。なんかやばいかな。ちょっと今料理というか野菜ジュース茶は野菜スープ、先ほどですね、白菜と人参と何だっけ、玉ねぎをぶっこん であとコンソメ入れて塩入れて胡椒入れてのスープをですね、先ほど今作ってるんですけど、最近ちょっと食欲がなくて全然食欲が出ない。うん、レモン味は微妙やな。なんかうん、なんかしょぼいですね。グレープフルーツに比べると、なんか味が、味がっていうか、しょぼい。レモンのその酸味っていうのがあんま感じられないですね。微妙や。なんとなく苦味は感じるんですけど、酸味、うん、微妙ですね。前回話しました、ドラゴンクエスト日本酒なんですが、純米大吟醸、そして伝説へ。らしい。5月の27日金曜日発売だから今日発売したんですね。うん。そして伝説へ、値段が。福高屋が契約栽培した酒米の最高峰山田錦を 100% 使用し、本商品のためだけに伝統の技で特別に醸造した純米吟醸酒の、純米大吟醸の原酒だそうです。うん。まあ、マスだけ欲しいんですけどね、個人的に。酒はいらねえが、マスくれて。木のマスをよこせと。
容量が 720ml、そして、化粧箱入りで4800円となっています。高いっすな。で、マス入りが、マス付きセットが5600円、つまり800円ですね。マスはね、マスだけ販売してくれよ。マスだけ。マスだけ販売してくれよ。買うんだけど、うわ、税込み6000円もすんだけど、マス付き。たっけ、もうぼったくりのぼったくりですよ、これこそ。お前、日本酒の 720ml で6000円するやつが終わるか。6000円もする日本酒なんて、そうそうないだろ。ふざけよって、ちくしょう。ろくに酒も飲まねえやつが買いそうな気がするな、これ。原材料が米と米麹、精米具合が 50%。え？え、精米具合たった 50%？ え？もっと 40% とかじゃないの？ひえー。これは終わってますわ。え、おかしい。精米倍 50% だぞ。純米大吟醸。これで純米大吟醸名乗る。おかしいやろ。しかも5600円もして、お前、精米倍たった 50% の酒だぞ。おいおい、待て待て。これ、知らんやつ。相当買いそうな気がするけど、これ精米歩合 50% ってことは、ええ、待て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 、八海山、八海山の日本酒ってこれ精米歩合いくらやったっけ。普通酒でも 60% くらい音だよな。ほら、八海山のさ、日本酒さ、普通酒でもさ、60% なんですよ。ね。で、八海山の純米大吟醸でしょ。純米大吟醸に至っては、なんと 40%！ これよ。皆さん騙されないようにね。やはり所詮はドラゴンクエストかっこ笑いの日本酒だったということです。所詮ね、あのドラクエとかってね、ゲーマーがね、ゲーマーを騙して売ろうというね、魂胆ですよ。とりあえず純米大吟醸っていうなんかね、ご卓並べとけばね、あの買うだろうっていう、その理屈はね、おかしい。その理屈はおかしい。だって、純米大吟醸なのにさ、精米歩合 50% ですよ。アホやん。おいおい、何考えとんだ。これは買わんで。さすがにネタにしかならない。もう完全にネタにしかならない。これ。これはもう、終わっとるね。で、値段が5600円でしょ ?5600 円ね、な。八海山。八海山の値段は
俺日本酒八海山しか認めねえから俺は。言うて。純米大吟醸の値段はいくらやこれ。待て待て待て。八海山日本酒価格純米大吟醸あないわあれ定価定価定価ちょちょちょ定価大吟醸純米吟醸特別本醸あれそもそも純米大吟醸自体相当レアすぎてないパティーンかこれ あれないんだけど。あれ八海山純米大吟醸そもそも純米大吟醸自体相当ないんじゃんか。純米大吟醸いくら八海山純米大吟醸金剛心。うわ、たっけ！い ?800ml で1万1000円しますね。ということは420、えあれ何ミリだっけ ?720ml ってな。あー、やっぱ、ね、値段的にもやっぱあれなんですかね。あー、そんなもんか。さすが八海山だなぁ。たっけえな。ありえん高さや。っていうことは、八海山の大吟醸が 720ml で、定価が4240円なんで、ここらあたりですかね。ちょうどね。で、ちなみに精米部合が 45% 以下となってます。大吟醸ね。これ買った方が良くないか。これ買った方が良くないか。これ買った方が良くないか、さすがに。まあでも5000円でしょ。いや、俺そもそも日本酒嫌いだしな。言うてな。別に日本酒好きじゃねえし。ちなみに日本酒度がプラス5。まあプラス5か。うん、で、アルコール度数が17度。うん、若干高い。うん、山田錦 100% 使用。キマスのみ。販売しておりません。だって。チキショウ。チキショウ。特別栽培した酒米の最高峰山田錦のみを使用し、伝統の技で丹念に仕込みました。でもさ、丹念に仕込んだって言ってもさ、丹念に仕込んだ言うてもなぁ。あれでしょ？このために作ったっていうわけでもなさそうだしな。大人気商品につき、ただいまご注文いただきますと、次回の納期は6月下旬となります。1ヶ月待つのか。買わないけど。僕ちんは買わないですけど、
どうせ買うんだったら、八海山買いたいですけど、もう酔っ払ってきた。まあやっぱりね、日本酒っていうのはやはり精米場合で大体決まるんですよ。結局のところ。精米場合がね、高いやつっていうのはね、まあやっぱそれだけ、美味しい。精米部合が、精米部合 40% はいいんだったっけ？そうか、精米部合が低いほどいいんですよね。大吟醸は約 40%。低いほどいいんですよね。やっぱ日本酒っていうのは精米部合で全て決まるんで、精米部合 50% っていうのはまあしょぼい。正直日本酒をね、僕自身は飲みまくってきましたけども、はっきり言ってしょぼい。50% じゃん、お前何言うとんのこいつって。もう完全にあれですよ。純米大吟醸でしょ。少なくとも大吟醸ですよ。吟醸とかじゃないんだからさ。せめて 40% くらいしないと、全然ダメっすね。結局、所詮はあれですよ。あやかりたい。ドラクエファンのあやかるための、そのなんかね、魂胆が見え見えっていうね。もうとりあえずもう安く、できるだけ安くして、こんなんで5000円も取られちゃうんだよ。無理無理。こんなさあ、バカだよ。買うやつはバカ。ああ、このヒノキのマスいいんだよな。この木のマスがいいんだよな。こいつ腹立つな、こいつ。いや、ぶっちゃけ30周年もアニバーサリーはいいんだけどさ。30周年アニバーサリーはいいんだけど。
まあいいや。まあとりあえず30周年ということはですね、ドラクエの30周年ということは、まあ僕が今28歳だから、まあちょうどドラクエ2年後、いや生まれてから2年後ということですね。生まれて2年後か。生まれて2年後違う、2年前にもうドラクエができてた。生まれる前、2年前にもうドラクエができてたっていうことですね。まあ、ということは、1985年か。なるほどね。まあ、俺がちなみにドラクエ初めてプレイしたのは、ドラクエのファミコンの2ですね。2を初めてプレイして、小学生の時、装備というコマンドがさっぱり意味がわからなくて、装備をせずに、外に出て、真っ裸のまま、敵のに蹂躙されて終了したっていう。これが俺の、記憶に残ってる、ドラクエ2ですね。あの頃はそもそも装備というのがさっぱりわかんなかったんですね。で、装備しないと、なんか、うんちゃらかんちゃらっていうやついたんですけど、確かにそれも知ってたんですが。いや、だから装備って何って、その、意味がわかんなかったね。その、装備っていう、その言葉の意味がわからんだって。で、んで、会えなく死亡して、って感じかな。で、次にやったのがドラクエの5ですね。で、5でようやくクリアしたんですよ。ドラクエを初クリア。ドラクエ初クリアが5。結婚にね、フローラとビアンカで悩みに悩んで、ガキの頃の悩みに悩んで、ようやく選んでフローラにしたんですけど、子供の髪の色が青色でね、攻略本と全然違うじゃねえかっていうことで、ぶち切れてですね、子供ながらにすごい後悔した覚えはありますね。くっそ、ビアンカにしとけばよかった。そういうことだったのか、みたいな感じで、ね。で、結局もう、フローラはもうそれ以降一切選んでません。ビアンカしかほぼ選んでませんね。DS 版で、ようやくデボラを選びましたけど。なかなかデボラもね、面白い。まあ、専用装備もあるしね。だから、まあ、ドラクエ5は非常にクリアした初めてのドラクエなんでね、なかなか、俺が小学6年生ぐらいの時だったかな。ちょっと覚えてませんけど。にクリアして。で、裏ダンジョンも確か行った記憶あるんだけどね。懐かしいですな。やっぱね、ドラクエ5はね、プレステ2版もしくは DS 版。でね、ビアンカとね、会話できることのね、素晴らしさですね。もう、ビアンカと会話できて、もう、俺の嫁来たかと。とうとう俺の嫁がここまで来たかと。いう感じで、会話しまくってですね。もう、なんかね、
わざとこう、エロいところで会話しまくったりとかね。山奥の村の、お風呂入ってるお姉さんのところにわざわざ話しかけに行って、で、その後話すと、結構面白い会話を聞けたりとか、そういうエロい場面で何度も話しかけたりしてね、楽しいですよ。なかなかね、会話の豊富さですよ。でね、まあ、エロイベントもあり、ビアンカだけのエロイベントもあり、ね、やっぱビアンカだな。やっぱり俺の嫁はビアンカですねって。ね、デボラもフローラもゴミだね。すごい吐きそうなんですけど、これ微妙ですね。これは微妙、2333です。ご視聴ありがとうございました。